四連射。さあ、やっていきましょうか。今回やっていくのは、クターのダンジョンレベル2です。クターのダンジョンはもうすでにやってるんですけど、レベル2はやってなかったなってことでやるんですが、まあ、そんなに面白い動画にはならないと思うので、うん。気の向いた人だけ見てねって感じです。あらすじから読んでいきましょう。まずはあらすじから。笑っているのか泣いているのかさっぱりわからないが、またまたふとしたきっかけで、ダンジョンに迷い込んでしまった脅威の無表情キャラクター。ここがどこだかさっぱりわからないけれど、お宝があると聞いてテンションがめっちゃ上がったぞ。どうやら今回は新しい仕掛けやクターを待ち受けているらしい。歩きすぎて HP がなくなってしまうとゲームオーバーだ。途中でリンゴを拾って HP を回復しようと下まで続いてます。誰からこのお宝があるって聞いたんだろうね。誰から、どこかわからないのに誰からそれを、その情報をっていうね。下の方にこうになってます。はい。ヒントないね。うん。アイテムは左から1、2、3キーとかって書いてある。なんだろう。なんだろうと。まあ、ゆっくりやっていきましょう。ゆっくりね。ゆっくりゆっくり。ゆっくりゆっくり。ちょい。遊び方。はい。はい。サード。これなんだよな。あれあれ遺跡。視界が悪すぎる。この振り向くのでも体力を消費してるからね。下。あ、リンゴだ。ちゃんとクリアしようと思ったら、どうだろうな。一応 YouTube 上にね、確か攻略動画みたいなのがあるので、まあ、こうすればクリアできるんだなっていうのを知りたい人からすると、そっちの方がいいんじゃないかなって気がするね。この動画をどういった動画にしようかなっていうのは非常に難しいところで、うん。下向かなくちゃ見つかんないし。好きなんだけどね、こういったゲーム。あれ。動かない。あ、またまた。こういうなんか、くるくるしていくの好きなんだけど、一方でそんなにこのゲーム自体がね、どう面白くしていいのかがわからない。動画的に。これダメだ、壁だね。壁ですね。あ、鍵がある。鍵がある。鍵がある。鍵が見えた。こうかな。イエース。この鍵を持って出ればいいんだよな、要は。あとは。この下とかなんかないの？なんもないね。見えないところにリンゴがあったりするから、それはちょっとこう、取っていきたいけど。どんどん体力がなくなってきてますね。クターさん、意外と体力がない。下を見ないと物があるかどうかわかんないっていうのは、なかなかいやらしいかなって。これでモンスターの一つでも出てきたら面白いんだけどな。出てこないんですね。ひたすらダンジョンを探索していく。まあ、敵は出てこないけど、体力はゴリゴリ削られていくのでね。まあ、そういう意味ではゲーム性はあるんだけど。鍵は、ここで見た。これを開ければいいかな。はい。で、ああ、よかったよかった。オッケー。これゴールじゃないの？あ、ゴールじゃないな。上に上がっていったけど。当然このドアは開かないよね。あ、でも鍵はないな。開くわ。なんかあるように見えないけど。とりあえず見てみるか。なんもない。まあ、攻略を、本当に攻略するんだったら、ああいう風に、なんか下にあるね。ここの下になんかある。何これ。何これ。一応ちゃんと見えてるのかな？下が。下に何か落ちてるのか確認できるようになってるのかな？この透明リンゴは何に使うんでしょうか？わかんないことだらけだ。明らかに地面が崩落しそうな感じになってるんだな。ね、ほら、これ、絶対落ちるじゃん。
絶対落ちるよな。これは、これどうすればいいんだ。これ上げて、与えてみる。ん？ん？あ、つながった。あ、つながってない。ただ広いだけか。もしもなんか余裕があったらこれを配信とかでやりたかったね。余裕というかそういう体制が整ってたらこれを配信とかでやってみたかったな。苦行、見る側も苦行。いやまあ何もないぞ。こっち行くか。もう体力なくなっていくなぁ。あ、鍵が。鍵など持っていない。何もないよね。見るから何もないよね。テレッテレッテンテレッテレテンテレッテレテテンテレッテレテテンテレッテレテン。じゃ落ちてみますか、下に。多分落ちれると思うんで。ほい。だよね。で？いやー、そうなると難しいな。こうな、上に上がってるんだよな。塔を上がってるんだよね、多分。で、諦めたいな。ああ、思いのほか難しいということが。謎解きが、思いのほか難しい。これは何ができるの？こいつは。このロボは。石像は。ロボじゃねえな、石像は。こいつ何ができるの？何ができるの？こいつは。わからん。落ちたら落ちるし、鍵はないし、ロボは動かんし。ちょっとお待ちください。考えてみます。攻略動画見てきた。攻略動画を見ないとクリアできないです、これは。めちゃくちゃいやらしいし、はぁって思うんで、やる人は心してやってください。YouTube 上に一応、全ステージ制覇の攻略動画っていうものが上がってるので、ね、あれを見てもいいかもしれない。ここ今見ました？壁通り抜けるんですよ。そりゃわからんよ。壁通り抜けは。壁通り抜けはわからんよ。しかもこの壁通り抜け。このマップ上でこうなってる。これが一つや二つではない。壁すり抜けがいっぱいある。これ、クタは、このゲーム、一回壁にぶつかるのでも、HP を消費するから。できるだけ、そういう風にぶつからないように、壁にぶつかないようにやってるのにもかかわらず。にもかかわらず。壁通り抜け、壁すり抜けというものがある。そりゃないぜ、ギガ連射さん。そりゃないぜ。そのギミックを仕込むくらいだったら敵を出してほしい。壁ですね。壁じゃない、鍵ですね。タンタンタン。トン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 。
よし、これで左。で、ここね、一見この石像を倒すように思いきや、倒しません。すり抜けます。すり抜けて、で、ここはもういけないか。違うの、こっちか？これで左に行って、違うな。なんかね、あ、違う、これはこ、お？これはこっちか。ここに何かある。ない。あれ？ん？違うな。なんか違うな。何か違う。違う。タンタンタン。あ、これリンゴあるか。ここは、この壁を壊します。鍵開けます。ああ、もう、わからない。俺がわからないのに。俺がわかってないのに。どう伝えられるというのか。ここがなんか怪しいんだよな。なんか。こっからね、ちょっと難しい。まだよくわかってない。ここでこうなって、ここに、ここがすり抜けられるんだ。はぁ、なるほどね。で、すり抜けた先に、透明リンゴがあります。これがわからんかった。ここの壁のすり抜きがわからんかった。いや、ひどいよ。ひどい。わかんねえよ。で、ここに石像あるんですけど、これは、透明リンゴをあげて、動かします。で、ちょっと待って、で持ったら実況してんな。もたもた実況だな。ここで左、下を向く、アップ。なあ、わかんねえよ。わかんねえ。マッピングしっかりしないと。で、ここで透明リンゴ。で、通ります。開けます。よし、開いた開いた。開いた開いた。んで、さあ、ここから。鍵が一個ないよ。鍵が、あそこ開ける鍵はないよ。こっちかな？あ、リンゴがある。リンゴもらっとこう。この反対かな？この反対に何かある。鍵がある。この鍵は取っていいんだよね。鍵取って、まあ、こういうの昔の人は楽しいと思ってやってたんだろうな。まあ、決して楽しくないと言えば嘘になるけど、今はちょっと億劫さが先に来るかな。ちょっと意地悪すぎる。んで？よかった。これで次のステージに行けるってわけですね。じゃじゃんじゃじゃん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 。はい。もうこれ以上先はやりません。気になった人だけ、YouTube で、クタのダンジョン、レベル2で検索して、やってみてください。もう意地悪すぎる。自力で解こうと思ったらちょっと、とてもじゃないか、無理。まあ、攻略動画を見ながらね、好きに、攻略動画を見ながら、高得点を狙うっていうのはまあ、いいですけど、それを俺がやってもな、っていうな。それを俺がやってもちょっと動画としてどうだろうな、って。延々走ってるけど、動きが悪くなった。動かない。動かない。動け、クタ。あ、まあ、やっと回った。ん？どうなっとんだ、これ。こうなってるね。戻っちゃうぞ。こんだけ言って何もない。もう。もう、
抜ける壁があるとでも思わないというやってられないけど抜ける壁などない。これまでのルート上で行けそうなとこありました？ないですよね。ないと思いますよ。なんなんこのなんなんこのゲームは。抜けれるとこなかったよね。どっかでルート間違えたか。こっちか。じゃあこっちからぶつかる。ぶつかる。いっそここの十字路が怪しい。こっちからこっち抜けるとか。抜けられない。どんどんゴリゴリ体力がなくなっていく。俺もここで死ぬ。ミイラの一つとなってしまうな。ミイラじゃないか。骸骨だな。ミイラはちゃんと丁重に布で巻かれて内臓を取られてあんまり腐らないように処理されてる。ダンジョンで死んだただの洞窟者はただ亡骸となるのみよ。何も落ちてない。せちがれえゲームだ。せちがない。死んじゃう。このダンジョンで。このダンジョンで命が尽きてしまう。息果てる。この回転するだけで体力消費するのをどうにかしてほしいな。たとえこのゲームが、フラッシュじゃなくなって新しい形式で配信されたとしても、やるかと言われたらちょっと微妙なところだと思うな。完全覚えゲーだし。せめて敵出してほしい。敵とアイテムで強くなるみたいな、そういう要素欲しいよね。あ、いけた。適当に歩いてたらいけました。あれ？すり抜けないじゃん。あ、外に出れた。やったー。やったもう、うかつに回れない。もう体力6しかないから。落ちるとこだらけじゃん。これも振り向いたら死ぬぞ。死ぬぞ。振り向いたら死ぬぞ。はい。ということで、クタのダンジョンレベル2でした。この程度やっただけで4位に入れるからね。よほどみんなやってないっていうのがわかるね。不人気度は結構かなりのものでしょう。が、まあ、好きな人は好きかもしれないな。ランスシリーズとか好きな人は好きかもしれないな。ってことで、クタのダンジョンレベル2でした。一応ね、地上に出たんでね、脱出できたってことにしてください。なんでクタは3階の地下にいたの、まず。地上から離れて3階の地下にいきなり始まったのは理由がわからないけど。下に降りていくのはまだしも。地下3階からスタートです。はい、ってことで、クタのダンジョンレベル2でした。まあ、あともう少し全フラッシュゲー制覇まで行くのでね、最後までお付き合いいただければと思います。じゃあ、こんなところで。ほんなまた。